皆さんこんにちは。マインドファシリテーターをしております橋本玲子です。本日はいつもお世話になっております高子先生について動画を撮らせていただきました。高子先生との出会いはもう3年半前になります。当時はアンティークショップを立ち上げまして、そちらの方を軌道に乗せたいということで、人からご紹介をしていただいたのが高子先生です。27年間専業主婦しかしてこなかったもので、ビジネスとは何かとか起業するのとは何かとか、もう本当に経営のことも、金額のことも、もう全く知識がなく、勢いだけで起業してしまったので、さてこれから私はどうしたらいいんだろうっていうところで、本当に高子先生に出会い、一から本当に、起業することを教えていただきました。最初出会った時ですね、私を信じてついてきますかっておっしゃっていただいた、その一言のその力強い一言が私の心には今でも残っていて、本当に、そうですね、人からセミナージプシーだとか、あっちこっちの企業を塾を回られても起業ができないという人のお話を聞いた時に、あ、私はとても恵まれていたなと、最初に出会った、コンサルタントが高子先生でしたので、私の環境は本当に恵まれていたなと今でも感謝しています。途中家庭の事情がありまして、アンティークが縮小することになり、今の肩書きでありますマインドファシリテーターというものを、させていただくことになったんですが、その決断というか、そこにも私の中では一切迷いがなく執着もなく、というのもいつも一歩前、一歩二歩三歩ですね、すごく先を、自分の進化とか破壊と構築を繰り返して進んでいらっしゃる高子先生がいらっしゃったので、そこに何の迷いもなく不安もなかったです。また、私が次の道へ進むのに私以上に信頼をしてくださいまして、もし不安があるのなら私が全部引き受けるので、あなたは未来だけを見ていなさいとおっしゃっていただき、その言葉は今でも忘れていません。もちろんこの3年半の間に新しい企業を立ち上げるというのは勇気のいることでしたけれども、そうやって、お互いの信頼関係ですね、もちろん私も高子先生のことはすごく信じてますし、高子先生が信じてくださっているのも分かっているので、安心して、前へ進むことができます。今、あと高子先生のイベントとか、お手伝いをさせていただいたり、プライベートでもねよくご一緒させていただくことがあるんですけれども、その、表と裏の高子先生の顔を見るたびに、人間としての素晴らしさをいつも感じています。ホームページとかだけご覧になってらっしゃる方は、高子先生のそのきらびやかな、外見の方とかに目を引かれる方もいらっしゃると思うんですが、実際は本当に自分に厳しく、1分1秒たりとも無駄にすることなく、ひたすら努力を重ねている方です。それが今の高子先生を築き上げていらっしゃいますし、それを間近で勉強させてもらって、私もまだまだいける、まだまだ進化することができると、挑戦し続けることができると思わせてくれる方です。もしね、そうですね、これまでビジネスをされてきて、停滞しているとか、いらっしゃる方がいるんでしたら、ぜひ高子
子先生のそばで、もちろんノウハウも大切なんですけれども、高子先生自体のそのお人柄とその立ち姿をぜひご覧になっていただければと思います。そこから先、自分を信じて、で高子先生は高子先生自体を信じてついてきてくださる人を決して見捨てはしないので、なんて言ったらいいんでしょうね、扉を、自分の未来への可能性を、扉を開けてみられたらいいんじゃないかなと思っています。私もまだまだ高子先生のところで学ぶことがたくさんありますので、このまま引き続きそばにいさせていただきたいと思ってます。なので、新しく未来の扉を開けようと思っている方、一緒に歩めることを楽しみにお待ちしておりますので、ぜひ高子先生や私に会いにいらしてください。それでは。